カルロ・ランバルディは、イタリア出身の視覚効果アーティストである。エイリアンや ET に参加し、アカデミー視覚効果賞を獲得した。イタリア王国エミリア・ロマーニャ州、ビガラーのマイナルダで生まれる。視覚効果として参加した作品は、豪遊、ペルシウス大反撃、フランケンシュタイン80、サスペリアパート2、キングコング、ミッチとの遭遇、吸血コウモリ、ナイトウィング、 エイリアン、ポゼッション、E.T., ドゥーン、砂の惑星、キング・オブ・デストロイヤー、コナンパートに、キング・コングに、キャメロン、レックス・恐竜物語など30作品以上に及ぶ。E.T. とエイリアンでは、アカデミー資格効果賞、キング・コングでは、アカデミー特別業績賞を受賞した。息子の名前は、ビットリオ・ランバールディ。2012年8月10日に、カラブリア州。 ラメーツやテルメで亡くなった。ありがとうございます。